プレーメンは、ハパックロイド・クルーズが運行する、クルーズ客船。当初は、フロンティア・クルーズにて、フロンティア・スピリットとして運行していた。当初、1987年に、三菱重工業に、海外事業家から持ち込まれた豪華志向の、インテリジェント・クルーズ構想、富士プロジェクトに始まり、欧州のデザイナーによる、コンセプトデザインをもとに事業家が検討されたが、 類似のプロジェクトとして、オセアニックグレイスが発表されたことから、棚上げとなった。その後、富士丸就航に向けて1988年から1989年にかけて行われた年末年始南極クルーズでの乗船調査にて、氷山の危険性などから、氷海仕様の客船の必要性が検討され、上記のインテリジェントクルーズの計画を探検型のクルーズ船に転換し、 三菱重工が三菱商事に探検船事業を持ちかけ、次に日本郵船を巻き込み日米王のジョイントベンチャーに発展し元船が建造された。世界初の局地探検型の客船として1990年6月20日に浸水し金高薫が質な切断を担当。また、日本郵船社内では客船事業の検討時に船体のサイズごとに相性を 小竹梅に分けており、本船のクラスは、梅としていた。4.5メートルの浅いキッスやプロペラ2機2つの、カジとバウスラスターで、小回りが利き厚さ1メートルの氷の中でも、航行できる構造で、また15人のりのゾディアックボートを12隻備え、珊瑚礁や港のない小島などへのミニクルーズに用いる、ことが可能となっている。ミクロネシアや南極、 北極などへのクルーズに用いられたが、オフシーズンの営業が進まず、1993年にフロンティアクルーズは営業を終了。その後同社の出資元の一社であるハパックロイドの系列企業であるハパックロイドクルーズにて、ブレーメンとして最終航し、日本にも寄港している。ブレーメンの船名は1957年から1972年に運航された旧。 パスツール以来となる。2004年には、かつての元船と、同じく日本郵船系の客船である、アスカでの南極南米クルーズにおいて、文化アレーナス港から南極上陸を行う、オプショナルツアーに用いられた。2018年7月には、スピッツベルゲン島に寄港した際本船の警備員1名が、北極熊に襲われ頭に怪我を負い防衛のため、同行していた別の警備員により、 北極グマを駆除し、駆除された北極グマの写真がインターネットを通じ、拡散されリッキージャーベイス等が取り上げ、北極での野生動物観光への避難が相次いだ。その後2019年1月16日にはスイスに、本拠を持つリバークルーズ会社のスキュラに売煎されたことが公表され、2021年5月に移籍され、チャーターに出される計画となっている。内外観は、 スウェーデンのティルバーク社が担当し、船内は小型船ながらも極力充実した皇室やオープンスペースを設ける配慮がなされた。海洋汚染防止のため、ゴミ用のスペースや冷蔵庫を設けプラスチック類に対応した処理装置を装備し、また AV システムについては風景を鮮明に映すハイグレードなテレビカメラや海中カメラを設けた。ありがとうございます。